どうしようもない、どうしようもないんだよ。懲戒神社部と青年部のやつらが100人以上に膨れ上がって、猟友会も合流して20丁以上の猟銃で武装してる。みんなお社様の名を連呼しながら狂気に取りつかれて容赦ない。止めようとした人を躊躇なく射殺してる。みんなちょっと前までは普通だったのに、みるみるおかしくなって、このウイルスは人を狂気に駆り立てる。そしてお社様伝説をもう一度なぞり直してる。なんとかできるのはお社様しかいない。生まれ変わりのリカちゃんでもなければ私たちでもない。人間には、人間には何もできないんだよ、何も。落ち着け、ミオ。ありがとうな、ミオ。俺やレナが事態を把握できずにのんびりしてる間にも、ミオは妙なデマを抑えるためにいろいろと苦労してくれたんだよな。ミオンの頑張りがなかったら、とっくに俺たちも狂気に飲み込まれていたのかもしれない。だからありがとう、ミオン。レナ、ミオンを責めたい気持ちもあるだろうけど。責める気なんかないよ。それどころか朗報だと思ってる。ああ、間違いなくこいつは朗報だぜ。うん、だってさとこちゃんは生きてる。しかも3日かけて沈めるってことは、72時間は生かしておいてくれるというおまけ付きだ。ああ、分かってるぜ、サトシ。お前まで本気になられたら怖いものなしだ。こいつでぶん殴られたやつは頭部が原形とどめねえぞ。